はい。好きだな。すげえ。一番上だよ。セントラルの13階なんてあんたあれじゃない？もうすげえ景色いいんじゃない？ねえ。よいしょ。おーおー。おお、ええ。おはようございます。どうも近藤です。マリです。いや足が。何何。足がじゃん。靴下買おうと思ってちょっと覗いたら足が。うわ、チンチクリーンやん。チンチクリーン。ちょっとダンサーズでもここにほら。それを加味してもチンチクリーンである。誰が履けるの。そこがあちゃんのいいとこだからね。そこがあちゃんのいいとこだから。足の短さしかない。あ、今日朝起きて、うん、まあ今日まで泊まってた宿をチェックアウトして、はい、で地下鉄にね揺られ揺られて。ここまで来ましたと。そう、ここセントラルっすね。大都会。セントラルっつってなんか中心地かな、もうなんかビジネスの中心地みたいな、はい、もうなんか建物に囲まれて我々はもう居場所がない。空見えないレベルまである。あーやだ。とりあえずこの辺回ろうと思うんですけど、一旦ちょっとね離れたところに。これシーソーじゃん。聞いてとりあえずね、じゃあバスに揺られて、うん、香港に来て一番見たかった景色を俺見に行きたい。うわーいいね。そう、みんな長袖やで。あ、寒いっていう感覚ないから。あ、本当に。そうそう、男は黙って半袖ですよ。男は黙って半袖。半袖の人誰もいない。うわすごいね。すごい、二段電車。二段の路面電車がかっこいい。いいなあれ、乗りたい。かわいいな、めっちゃなんか。とりあえずでもバスや。バスか。一旦バス乗ろう。それがいい。あれ、わがまま言わない。あれはダメです。あれは行かないから、今から行くところに。旅っていうものはそういうものじゃないのか。なんだ旅っていうのはそういうものじゃないのか。どこに行くかわからない、おう、足のないものが旅というものじゃないのか。確かに、よし行こう。嘘だよ、嘘嘘でーす。なんか昨日までいたところめっちゃ俺の中で香港感があったっていうかさ、うん、アジアの感じがしたけど、この辺はもうなんかビル、なんかビジネスみたいな、うんうん、そんな感じがするな。名古屋って言われたら名古屋だね、これ。名古屋ではない。名古屋はこんな栄えてない。722だ。上行こうぜ。はい、上だ上。やっぱ2階からの景色いいな。空飛んでるみたいな、うんうんうん、低空飛行だけど。低空飛行やけど。なんか木とかもさ、スレスレで通ってくのがおもろいよな。面白い。しかもなんかちょっと伸びちゃったみたいでさ、木が、うん、バシバシ当たってくのも面白い。おお、すげえ。すごいね。すごいな。うわ。うわ。うわ。見えるこっから。やばくない？結構人住んでるよね、本当。すごい。何部屋あるんだろう。ねえ。このマンションがね見たかった。こうちゃんのねずっと見たかった場所でしょ？もうちょっと行くと多分分かる景色になるんだけど。うんうん。一旦じゃあ行こっか。行ってみる。うん。すげえ。これぐらい、ここだけで一体何人が住んでるのかな。なあ。ここが入り口か。すごいぞ。なんか。すごいぞ。なんかすごいな。落書きがいっぱいある。すごい落書きされてる。わあ。すげえ。結構なんか。おお。すごい。うわ、マジか。すげえ。わあ。これが見たかった。うわ、男心くすぐる。ここは何なの？モンスターマンションとかって言われてるところで、うんうん、なんかトランスフォーマーのね。おー、そう、トランスフォーマー好きな人は分かると思うんですけど、一発でトランスフォーマーに出てきた場所なんですよ。そうそうそう、バーンってすごい有名になって、でもここにはもう人が住んでるからさ、めちゃくちゃ。そうだね、本当にいっぱい洗濯物干してある。そうそうそう、人気の絶頂期はもう撮影が禁止になって、ここは。まあそうだよね。そりゃそうだ、うん、そりゃそうだ、住民のね邪魔になるからっていうところで、うんうん、でいろいろほとぼりが冷めてきて、アラビカコーヒーとかができたりして。そうだね、もうお店だもんね、ここら辺。そうそうそう、よその人も、うん、まあなんかここは入れるようになったりっていう感じ、一応。そうだね、うん、隣はでも立ち入り禁止になってたから同じ感じの場所だったけど、なんかね、でもここは OK みたいな。ここは OK みたいな。すごいわ、でもな、圧巻だな。これ
だね、本当に。香港って地震が少ないらしくて、そもそも。あ、そうなんだ。なんか山がすごい多いから、うんうん、住める場所が少ないんでしょ。そう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 。上に積み上げていくしか。人口がね、やっぱりあれだから。なるほどね。だからこういう感じで。へぇー。あ、I take many, many so...腹減った。いやー、お腹すいた。めっちゃ腹減った。今日はちゃんとね、調べてあるんですよ。なんか香港の方って結構あの朝お粥を食べる文化があるらしくて、お粥みんな好きらしいのよ。そそられねえな、お粥。そう、と思って、お粥でも出汁が美味しいお粥をね、探しておきました。こんちゃん、それはそそるな。出汁はそそる。出汁の文化、日本でね30年間生きてますから。おー、いやー、そんなお粥、うん、え、美味しいですか。どうなんですか。いや、そう、それをね、ちょっと食べに行こうかなっていう。あ、なるほどね、うん、ここか。近い、めっちゃ近いやん。近い。あ、めっちゃ混んでる、人気店だ。しかもメニューオリムズじゃん。あ、なんて書いてあるんだろう。これは勘で頼むしかないな。俺はもう己の勘を信じて。ゴリゴリの相席だ。あ、俺そこ。オッケーオッケーオッケー。あ、俺はここ。あ、バック。あ、オッケー、センキュー。この辺が多分高いからお肉が入ってるのかな。肉入りがいいけどな。うん、この痩せ肉ってなんだろう。確かに痩せ肉、なめらか牛、高菜編。うわ、これはかなりハードル高いな。なあ、何しよう。牛にした方が美味しいだろう。いや、そりゃそうだな、うん、牛にしよう、もうここはな。牛肉、痩せ肉がゆにする。牛肉、痩せ肉がゆ。じゃあ下の牛肉なんちゃら潤いがゆ。よし。あ、これ骨タン。じゃあ待って待って待って、何を頼んだの今。いただきます。これなんかいろんなところで見る何かなんだけど、何なのかは全然分かってない。分からんな。行ってみようや。行ってみる。行ってみよう。なんかでも美味しそうだなと思って。これなんかお餅みたいで美味しそうじゃない。プルプルだね。プルプルなの。ではいただきます。これ、うん、うまい。うまい。なんだろう、小籠包の皮。なんだろう、うん、小籠包言って伸ばしました。小籠包の皮が柔らかい。なんかね、柔らかいバージョン。こっちがあーちゃんのらしいぞ。おー、センキュー。おー、センキュー。おー、見た目パッと見は一緒だな。一緒だな。おー、いいぞ。うわ、だいぶねっとりしてる。なんかドローっとしてる。結構すごいぞ。おもゆっぽい感じがするよね。米の原型がない。うん、どこまで掘ってもこんな感じ。あ、すごい。いただきます。いただきます。おー、おいしい。結構しっかり味が、だし結構強いよね。味風味強い。生姜が効いてる。俺、生姜が効いてる。うんうん、スープみたいだね。味が結構濃くて、うんうんうん、すごいお腹も膨れそう。おいしい。うわ、結局何肉これ。うん、脂が結構すごくて、うん、これカルビだね。カルビか、間違いない。ファイナルアンサー。こんちゃん何肉だと思う。これ見た目がもうハツ。ハツ。ハツでファイナルアンサー。おお、ハツです。お疲れ様です。お疲れ様です。都会に戻ってきたぞ。セントラルに戻ってきた。もう眠たい。もう眠たい。活動時間2時間しかない。電池があーちゃん。電池ちっちゃいね、あーちゃん。なんかこの辺にあるんだよな。この辺に有名なエスカレーターがある。へぇ、ここはすごいぞ、あーちゃん。ここ有名なあれだよね、世界一長いエスカレーター。うんうんうん、長さ何メートルやったっけ。800メートルくらい。めっちゃ長い。めっちゃ楽だ。めっちゃ楽やな。永遠にいるだけでこう坂が進んでいく。うわ、すげえ。気持ちいい。まだエスカレーターあるやん。よかったやん。よかったやん。エスカレーターまだあるやん。これ帰ってくるの大変だ。それはそれで。下りはないからな。下るのは自分の力だから嫌だ。このセントラルはね、アートが多いんですよ。壁のアート。
ウォールアートとか、うん、ペイントが結構あって、やっぱり芸術家として私も、あ、画伯として、ワンちゃんかわいい俺の話聞いて、まあ私も一応ね芸術家の端くれですから、おはい、やっぱりたしなむものとして、うん、見とかなかんなみたいな芸術が多いわけですよ。なるほどね、あるかちゃん洋画伯、まあな、さすがですね、まあ、やっぱりねあるよ、やっぱり画伯のみぞ知るみたいな、いっぱいほら画伯のみぞ、こんな感じ俺の話を聞いてくれあっちゃん俺のことを舐めてるだろ舐めてるだろ俺のこと、ほらここにこんな感じでいっぱいね絵がいろんなとこにある、ほら隣のところも奥のところもなんか書いてあるよ、この辺いっぱいあるな、ね、おお、これわあすごいね、この香取慎吾さんのアートですね、これがすごい、ほんと多彩だね、あの人なんでもできるな、うん、すごいな、かっこいいね、かっこいい、香港にこうやって展示されるのいいな、ねえすごい、俺の絵もいつか香港のセントラルにちょっと筋肉もりもり、誰がこんなとこに落書きしたんだってこれはこれはなんか急に画力落ちたみたいなこれはこれは落書きかな、あのなんかあれみたい、不滅のあなたへのさ、死んどるやんアイキャッチみたいな、あーこれとかも有名なね、有名なやつや、あーおしゃれだね、しゃれとんな、デザート食べよう、デザート食べよう、ここはなんだ？有名なエッグタルトのお店。あ、two egg tarts。はい、これだ。And this one red bean paste. Thank you. Spaghetti. あ、octopus。これが食べたかったんで、熱い。うわ、出来たてやん。めっちゃ出来たて、あったかい本当に。熱い。なんかこのお店はかなり昔からあるお店で、それで有名なんだって。割とね、どこのね観光雑誌みたいなのに載ってる。めっちゃふわふわ。うわ。こぼれちゃいそう。うわ、もうたっぷんたっぷんじゃん。ね、いただきます。うわすごい、たゆんたゆん、うわもうギリギリまで、このタルトもねサクホワって感じ、へえ、美味しい、地味にな、俺ら上海でもさ、うん、エッグタルト食ったけどさ、うん、エッグタルトの全世界うまい説が俺たちの中で、うん、あるあるね、わあこれでも確かに一番美味しいかも、俺これそれ何なんか前に並んでた金髪の日本人のお兄さんが、うん、これうまいっす、これ好きっすあ、マジっすか、じゃあ俺もこれいきますよっつって何そのノリいただきます、どうぞ、うまっ、何これそもそも、あんこ、あんこ、あんぱん、なんだろう、あのさ、テフーキン、わかる、テフーキン、テフーキンわかる、わかんない、パイみたいなやつにあんこが入ってるやつがあって、え、わかんない、テフーキンの味がするお兄さん、さすがっすねうまい、ここらの観光客が落としたエッグタルトのタルト生地をハトが食べてる、そしてそのハトを俺たちが食べてる、ここに食物連鎖ができている食用じゃないでしょこれ食用じゃねえかまた始まったぞこの坂道が、おい坂も階段も嫌いなのにダブルコンボだよダブルコンボだと、朝荷物をね置きにね宿に行った時、すげえ絶望した階段があって、いやもうそう、これあのすげえでっけえ荷物持ってこれ登るっていう、結構急なのやだなこの街つかめよ俺の手、つかめよバイバイ、あー、こえちゃん、また行きたくないはい、こえちゃん、ごめんね、仲直りしよう、なんやねん、着いたぞ、今日のや朝ぶり、こちらにあり、荷物でございますちゃんとワイヤーロックかけてキャワタンな宿があるんですよ、これ見て、プッシュ、押すって押すなんだよ押すって押すなんだよこっちのね、もうね引くはね、引くじゃないんだよ、ラーメンのラーあ、OK? Not it, yeah. I'll wave it for you うん、yeah.
ノーネイティブですね。ちょっと待って、ちょっと待って。We eat morning and あ、oh, this one, this one, this one. あ、very good, very good. コンジ、コンジ、コンジ、コンジ。おお、Thank you。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。好きだな、志村けん好きやな。ありがとうございます。はい。オッケー。よっ。あ、それ宣言。いいじゃん。はい、宣言。ありがとうございます。ありがとう。バイバイ。おっちゃんがやらせてるんだよ。違うよ。違う、好きだって言ったの、志村けん。13や。すげえ。一番上だよ。セントラルの13階なんて、あんた、あれじゃない？もうすげえ景色いいんじゃない？ねえ。13、13。13、13。そう、13、13。うわ、おっしゃー。行きます。ゴー。よいしょ。おお。ええ。狭っ。すごいコンパクトね。すごいことになってる。すごいコンパクトね。これ荷物どこで広げる？待って待って待って。よし。よっ。すごいね。荷物広げる場所がないよ。すごい。かつてないほどミニマムな部屋。すごい。でも綺麗。でも綺麗。いやそれもそのはず、これ昨日撮ったわけど、うん、セントラル最安値宿やから。おお、そうなんだ。言うて最安値でも一泊一人5000円ぐらい。高っ。5000でこんなに。いやでもこんな街中で。そう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 、立地クソいいからね。しゃあないしゃあない。だからもう俺がシャワー浴びてる時はあーちゃんが布団の上にいて、あーちゃんがうんこしてる時は俺を布団の上にいると。スケスケのスケスケ&ミラーな。なんかこれ電源があるよ。何の電源や。おぉ。いらねえ。うえ、スケスケだよ、ちゃんか、やっぱ。おいや、こいつや、これ。うわ、スケスケ生活じゃん、今日。カーテンみたいなのもなんもない。今日、いよいよプライベートゼロだぞ。おもろ。おもろ。すごいな、いっちゃん。うわ、プライベートゼロやな。ゼロだな。まあまあ、リッチいいからね。リッチいいから。リッチもいいし、綺麗だからね。机がこの部屋ないからさ、ドライヤーとケトルが隅に置いやられてる。ポップも誰のシャワー姿見ながら飲むね。マジで。いけるか？いけるかな？ピークトラム、こっちだね。うんうん。香港やっぱりなナンバーワンっすよ。ねえちゃん。香港ナンバーワンの観光地、ビクトリアピークに向かいましょう。100万ドルの夜景と言われている。香港といえばな景色がね、楽しめる。景色を見に行こう。ただ香港のあの、湿度 100% の木とかちょいちょいあって、あの、恐ろしくね、今日もね、なんか霧っていうか、なんだろうね、なんか濃霧みたいのが、すごいなんかビルの上の方がなんかフォシャーってなってて、そう、今日すごい。今日果たして見れるのかみたいな。ただ明日がなんか予報が雨だから、今日しかねえなっていうところで。まだ晴れてるわけじゃないけど、雨降ってないうちに。そう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 。ちなみにさっきの部屋はね、あの、トイレの水が流せなくなってて。大変だった。あーちゃんのあーちゃんがずっとそこに。流せないわ、なかなか。見られちゃった、こっちゃんに。私の私が。さすがにさ、どんな夫婦もさ、親しき中にも礼儀ありというか、なんかそれ以前の話というか。これでも隠すものないな、あーちゃん。そうだな。確かに。もう全部見られたと言っても過言ではないよ。おや、やばい。どういう列これ。これはやばい。どう並んでる。チケットだね。チケットからだからこっちからか。ワインチケット。オッケー。あー、スペシャルコンボ。スペシャルコンボ。 Yes, 2%。 OK, but today is cloudy. はい、え、 OK, maybe cannot see the view. Oh, really? The view. Oh, really? ダメ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 。すごい安くないからダメ。So today is almost small. Now is still like this. Ah, live camera. Maybe later. Okay, thank you.
あーマジかマジか、無理ゲーなの。でもみんなそれでも行くっつって、行かないでいいの。まだチャンスはある。今日は焦っていくのは良くない。私たちはいつもそれで失敗をしているでしょ。来よう、もう一回マカオ帰り、マカオ帰り、マカオ帰りにトライする。まだこんちゃん、あ、でも思ったよりスモークかかって見えないよ。なんかこんちゃんお酒のつまみにしてるみたい。嫌だな、なんかこの感じ。よっしゃ、帰ってきたぜ、我々は。晴れたぜ、この地に帰ってきたな。もう今日は絶対ガスランでしょ。うん、絶対綺麗だよ。視界めっちゃいいな、うん、相変わらず人が多いぞ。おー、すげえ、すごいすごい。ユラクとフラミンゴ、いやいやいや珍しいね。ジョージョ、ユルショミ、おおおな、すげえ。ジョジョ知らない。いやいやいや、ジョジョ。ハロー、ハロー、トゥーアダルト、リターン。 OK, this one? Yes, only return? This is the return and the scattering. No, no sky chase, it's OK. It's OK, OK. Yes, thank you. Thank you. それ今日は勝ちでしょ。大勝ちですって思ってるけど、行くかって。いや、あれはね、あんちゃん戦略的撤退だったよ、本当に。いや、まあまあ私の力ですよ。俺なんか謎に自信あったからさ、いや行けると思ってたもん。行けると思った。登ったら見えると思ってた、あれでも。あ、すごい。おお、来た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 。あれ、ロープウェイみたいな想像してたらめちゃくちゃ列車じゃん。よいしょ。おお、動いた動いた。うわ、すごい、上まで見えるんだ。ね、上、いいな、天窓。めちゃくちゃ開放感あるわ。おーは、角度がすごいわ。すごいね。おー、わかるかな、これ今水平で撮ってる、これ。恐ろしい急斜面をずーっとこう登ってってる。ジェットコースターみたい。ね。おー、よっしゃー。山頂になんかセブンがあって、ね、カップヌードルがいっぱいあるんです。でも一応標高500くらいあるよね。そうだね、山の上で食うカップヌードルうまいから。そうやな、ああ、確かに自分で登ってないけど。でもないけど。これゴンちゃん好きなやつじゃん。俺この前食ってるやつ、カップヌードル。カップヌードル絶対うまいな。あ、いいよ、うん、世界共通だな。だな、どうぞ。Thank you. おー、すごい、こんな感じなんだ。おー、フォークとか箸とか、ね、おー、やったー。うわ、最高や。めちゃくちゃ観光客いるけど、カップ麺持ってんの多分俺たちだけや。いいな、気持ちいいな。気持ちいい。あ、この辺いいんじゃない。ほら、香港見えるよ。おい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 、あ、さっき乗ってきたトラムだ。うわ、この景色だよ。この景色を見ながらカップ麺を食うと。いただきます。いただきます。いすごい、後ろツアーの人いっぱいいるよ。視線を感じる。今その山頂にいて、はい、ここから100万ドルの夜景ですよ。そうだね、そう、香港100万ドルの夜景が見れるっていうのが、うん、この山頂のね、あそこなんだよね、わかるかな。そう、あそこ、あの、なんかコナン君で爆破されそうなとこ。まあ、そうやな。まあ、コナン君はあの大会ね、シンボル爆発させますから。そう、ああいうのが爆発するんですよ。そんなことはどうでもよくて、一番メジャーな、もう香港の100万ドルの夜景らしい。はい、だがしかし、あえて外していって、おー、あえて外します。あえてね、はい、ここではなく、こっち、もうなんか、わけわかんねえ道を進んでいきますなあ。こっちだな、ユガードロードの方。上の景色はめっちゃ綺麗だけど、うんうん、死ぬほど人が混むらしくて。あ、そうだよね。そう、むっちゃ混むから、やっぱり、うんうん、この細い道、この、うん、このわけわかんない細い道を進んでった先に一応ビュースポットがあるらしくて、うんうん、でそこはなんか結構香港の夜景のポスターとかカタログとかを撮ってる場所なんだって。えー、
すごい。そうなんかちゃんとしただから夜景が見えるんだ、こっちでも。しかもこっちだったら、うん、トラム台だけで。あ、そうそうそう、屋上の入場券はいらないっていう。そうそう、だからちょっと安いんですよ。そこ重要で、ね。そうそうそう。っていうのをネットで見た。ありがとう先人。というのをネットで見た。Down by the sea, at the edge of the water. 夜になった。いやーよかったな。綺麗だね。いやすごいっすよ、見ますかこの目の前の景色。あのもうなんか写真撮るのに夢中で気づいたら夜になったんですけど、今この柵の向こう、これもんですよ。すごいね。むっちゃ綺麗本当に。これが香港が誇る100万ドルの夜景と言われる。やばい、めっちゃ綺麗やな。すごい、確かに100万ドル、100万ドルだわこれは。昼間は昼間ですごいここ綺麗で、ね、爽快な景色がドワーってずらーって広がってたんだけど、もう夜になった途端すごいめちゃくちゃラグジュアリーな。なんかあの有料のところじゃないからさ、もっとこう遠くて、うん、もしかしてあんまり綺麗じゃないのかなって思ったけど、全然そんなことないね。むちゃくそ綺麗だね本当に。これは人生で見た夜景の中でもだいぶトップレベルじゃない。確かに1位かもしれん、本当に。本当にめちゃくちゃ綺麗だわ。やべえ、後ろにどんどん下がってく。怖え。楽しい。前よりも楽しい。ジェットコースターみたい。すげえやだ、やだこの感覚。お尻浮いてる感じする。